お腹すいちゃった。いただきます。うん、これ結構おいしい。食べない？ああ、いい。俺チャーハン食い飽きてるし。なんで？家が中華屋なの。え？中華大好き。なんてお店？なんてお店？いいよ、大した店じゃないから。うんうん、じゃあ教えてよ、教えて。脚本家です。すごい、デビュー作じゃん。あなたに関係ないじゃんとか、自分の作品のことね、自分の子供っていうのは変な勘違いしないでね。どうしたの？ああ、どう行くの？卓球、最初からそのつもりだったくせに。あんたに無理やりやられたって言ってんだけど、どういうこと？ちょっとヘラヘラ遊んでるからこんなことになるんだろうが、バカ野郎。こんなひどいことするわけないって、どうして言えないの？俺のデビューどうなるんですか？他の仕事をやめて全部こっちに集中してるの。おい、何逆ギレしてんだよ。あいつ連れてきた本当のこと喋らせてくれよ。聞いても答えないんだよ。拓也が事実じゃないことで社会から抹殺されるのだけは防ぎたかったの。人の気持ち考えたことあんのかよ。他にバレなかったらそれでいいのか。お前にはお前が選んだ仕事があるんだろ。真っ正面から解決してみろ。時間がかかってもいいから。青春から遠くも近くもない場所にいる私たちの物語。考えて考えて、脳みそねじ切れるぐらい。ねじ切れてないじゃん。ありきたりな言葉じゃなくて、